いただきます。おはようございます。今日は5時で起きてアパートから1時間電車乗ってなんと豊洲市場に来ております。豊洲市場に何しに来てるのか多分皆さん思うかもしれないんだけど、豊洲市場のめちゃめちゃ美味しい寿司屋さんの方に寿司を食べようと思っております。初めてですかこういうの。まあ、いつもね、海外から見るとね、日本の寿司って回転寿司のイメージが強いんだよね。3年間日本に住んだとしても毎回回転寿司以外食べたことないんだよ。だから今日は本格的な寿司屋さんの寿司を食べようと思っておりますが、一番おすすめされていたのは豊洲市場の大和寿司というところになっておりますので、今日そこに食べようと思っております。で、大和寿司に関してなんですけど、やはり豊洲市場から新鮮に魚が来ているので、一応本当に朝一に行かないとすぐ完売してしまうとか、朝6時からやっているところなんで結構早送りしないともう美味しい魚は食べれないので、では食べてみましょう。ちょっと楽しみなんだよね本当に。おまかせって面白いよね。何が出るんだろう。全部が見えて美味しそうだなってなる。しかも豊洲市場のお魚だから絶対美味しいでしょ。新鮮度とね。アマンディーナは何を食べたいとかある？まあ、定番のマグロと何がいいんだろうな。青魚とかはいつも回転寿司だと苦手だから、ここだとどのぐらい美味しいかちょっと気になる。このマグロ美味しそう。カツオだよね。これカツオ。カツオですよね。カツオ美味しい。まずはね、わからぬ県産のカマの大トロね。はい。あとはスミイカ。全部ね、うち醤油塗るんだよね。そのまま召し上がってください。はい。いただきます。バター食べてるみたい。すごいとろける牛ステーキみたいな食感で、でも魚なのにすごいな。ちょっとイカも気になる。イカ、柔らかいのに歯ごたえがあるっていう。想像できるかな。なんか野菜の食感に近いかも。美味しい。びっくり。はい。あらずれでございます。あまりシャリについて気にしてない感じで、全然もう魚がファーストみたいな。いただきます。あずれます。美味しい。魚の出汁美味しい。これ魚の出汁っていつも苦手だけど、これちゃんと新鮮な魚の味しててすごい。めっちゃ美味しくて全然もう9時でも食べれる。これ一番最後の中トロだよ。はい。あとはボタンエビ、北海道のね、ボタンエビ。いただきます。こんなに柔らかい魚ある？めっちゃ美味しい。さっきのはちょっと歯応えがあったけど、トロトロしてたステーキみたいな感じで、今回は本当にもうトロだけみたいな。だから歯応えがさっきよりは少なめかもしれないんだけど、本当にトロトロしてても口の中で感じないの。噛まなくていいぐらいすごい柔らかい。やっぱ定番のマグロってめっちゃ美味しいよね。甘い。なんかこっちは甘くて歯ごたえがあってコリコリしててめっちゃ美味しい。しかも甘い。甘さがびっくりした。もう口に外がついてるみたいな感じの甘さ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。これ一押しかもしれない、スープ。ちゃんとした魚の出汁が入ってて本当に美味しい。なんかいろいろ楽しみだね。逆にそう気になる。カツオ。あ、美味しそう。カツオっていつもスーパーで買うときって生臭くて苦手だけど、今回どんな感じなんだろうね。確かにね、スーパーでしかマンディーン食べたことないから ね。体にいいって聞くから一応食べるけど、今回のカツオちょっと気になる。そう、満席っていうのはすごいなって思う本当。でもなんか逆に寿司って美味しい寿司は朝で食べるべきかもしれないじゃん。結局美味しい寿司を食べるって思ってるのに、夜行ったら新鮮度とかも下がったりするから結局残念でしょ。普段寿司は朝食べないんだけど、美味しいところで食べようと思ってもうわざわざ朝食べるかも。ここのお店ってめっちゃ有名でしょ。
有名な人たちとかも普通にここに来るらしいけど、それはわかる、美味しくてね。ね、醤油漬けのイクラ巻きだよ、これ。ありがとうございます。海苔めっちゃ美味しい。海苔、海苔なんだ逆に。普段フランスで食べる巻きの場合って結構海苔の味が強くて逆に魚は感じないんだよ。ここは若干海苔の味がついているのにちゃんと魚の味が出てきてバランスがめっちゃいい。若干焼いてる海苔の味してて美味しい。イクラが一番楽しみにしてる。はい、いただきます。うん、おいしい。この面白いところはイクラの味がちゃんとしてるのに口の中ってなんか卵の爆発みたいな感じはないの。プチプチのところがなくて、でプチプチが苦手な人が結構いるって聞いたことあるからこっち合ってるかも。イクラの味はちゃんとしてるのにプチプチがないから。面白いね。いただきます。うん、めっちゃ美味しかった。あんまりしょっぱくないの、醤油漬けなのに。美味しかったの今の。不思議な気持ちなんだけど普通の寿司を食べるときってお腹がどんどんいっぱいになってあんまり楽しめないんだけど、ここが逆に食べるほどお腹空いてしまう。逆に怖いの、いつ止まってしまうのかな。この時期のタイですよ。マリお、あ、ね、桜鯛ですね。タイ大好き。ありがとうございます。タイめっちゃ好き、うん。日本語はめっすんげえうまいけど、フランス？あ、フランスです。フランスの俺の。あ、卵もめっちゃ美味しそうだね。卵焼き。ね、いただきます。うん？冷たい。冷たいの。うん。ちょっと固めなんだけど、冷たさがすごい。アイスクリーム食べてるみたい。歯が冷たくなるぐらい。本当に冷たい。めっちゃうまい。卵も。はい。桜鯛ですね。絶対美味しいってこれ。はい、100% 美味しいでしょこれ。逆に今食べたものの中一番答えが多かったかも。あ、タイが一番ちゃんと噛まないともう飲み込めないやつ。普段食べたタイとは全然味が違う。なんかわかんないけど全然もう普段食べるタイと違ってめっちゃ美味しいよ。タイを食べてる感じがしなかった。逆にスーパーのタイとか食べてるからさ全然違うんだよね。なんか面白いね、勉強になってる。本当に美味しいスープ。すごいところはね、シャリが崩れないの。ここ全然シャリもう崩れなくてすごいんだけど、それはもう絶対美味しいってことでしょ。長崎のね、穴子柔らかい。すごい色してない。カツオ衣装はいいのね。すごいでしょ。穴子食べたことない。食べたことあるけど天ぷらだけ。いただきます。うん、めっちゃ驚いてる。言葉が出てない。本当に柔らかくてもふわっと空の雲みたいふわっとなってて、わたあめ、わたあめに似てるかもしれない。すごかった今の。アナゴってなんかわかんないんだけどイメージ的にね、うなぎのイメージしちゃうんだよね。でもめっちゃ美味しかった今の。アスシロ以外食べられてスシロさんはね、最後のね、写真の時にコラコラしたの。あ、そうなんですか。最後に、最後ね、ネギ生姜だって。いいね、ありがとうございます。いただきます。枝豆の酸味。うん、生臭くない。すごいよ。これ食べたらね、マジでね、スーパーの新鮮度大丈夫かなと思っちゃうよ。全然生臭くないよ。すごい。生臭くないですね、めっちゃ。この美味しいカツオあるんだ。本当にすごいよ。生臭さ全部濃い。しかもポン酢も美味しいし。なんでこんなに早く食べれちゃうんだ。もう飲み込んじゃった。あ、でもめっちゃ美味しかった。本当にもう全然お腹いっぱいになんない。もうどんどん食べてもいいっていう感じになっちゃう。なんだろうね、あとなんかやっぱとろけちゃうからね。なんか脂が乗ってるっていうよりもう身自体がめっちゃ柔らかいの。すごい。
かこのスープも家で作りたいわ本当に毎日豊洲からも新鮮で作りたってだから美味しいね、もうすぐそこだから来てるからさね、もうなんかもうでもうちもす全部当日仕様になるんで、はい、みんなもう朝、もうなんか2時半ぐらい朝2時半2時半世界で朝2時半朝2時半って私たち的になんか夜2時半ってなるんだよね本当に、まあ、でも寿司屋さんってさ一番難しい仕事っていうイメージがあるんだよねなんか本当に技術とかも何年間もかかるらしいそれテレビでやってたお父さんもめちゃびっくりしてたの寿司屋さんになるためにこんな大変なんだってめっちゃ言ってて感動した2時半前に寝るのかそれとも2時半の後寝るのかちょっと分かんないんだよねその場合は、ね、このスープって何の魚使ってるんですかこれねうちで使ってる白身魚やっぱ白身だったブリも入ってるからうまいねブリ入りとかねそれが美味しいブリが入ってるんだなるほど完食完食また行きたいなって思っちゃうおおよかったやっぱまた行きたいが一番だと思うからうんいやさすがに行く前にね朝8時半で魚食べれるかなって思ってたんだけどでも本当にもう全然大丈夫今もお昼って気分になってる朝からこんなに混んでるのすごいね朝って何時から混み始めます今なんか7時ぐらい、7時で食べる人多いんだねルービーはもう6時からじゃあもう一瞬で完売になるものが多いですね実はそこまで長かったりするねなるほどいやでも素晴らしいねなんかもう朝6時大和寿司を食べに行くっていう気持ちになるために絶対美味しいところじゃないと行きたくないんだよね本当に6時は寝たいなってなるんだよね本当にだから絶対美味しいでも何が美味しかったもんカツオがびっくりカツオはね本当に想像してたイメージと全く別味になってて生臭さゼロだから超美味しかったアナゴは美味しかったけど食感にびっくりした味と食感全部で見ると一番最初の大トロだけそうそう大トロ大トロ食べたのあのバターみたいなやつねそうそうステーキみたいな最初のおとろとカツオ美味しかったのはイクラ醤油漬けがめっちゃ美味しかったいやでもカツオが一番びっくりよびっくりしようよ本当にすごかった終わりましためっちゃ美味しかったもう回転寿司いけるかわかんない本当に不安があるんだけど不安があるアマンディーヌを回転寿司に連れていくのにちょっと恐怖を感じるここって異常にお腹いっぱいにならなくて満腹感があるんだよあのちゃんとあ満足したよかったちゃんと食べたっていう気持ちはあるけどなんかあもうお腹いっぱいみたいな感じはない本当にもうぴったりなラインまで来ててすごい食べやすかった本当にもう100点美味しかっためっちゃしかもなんかもうスタッフさんもめっちゃもう優しいし本当にいいなって思ったのそう本当におすすめできるからぜひ豊洲市場の大和寿司行ってみてください寿司はねなんか本当にびっくりしたのは魚の質ももちろんめっちゃ大事だと思うんだけどやはり作る人の技術もめっちゃ大事だなって分かった魚がどんだけ美味しくても結局作る人が苦手だったらすごいいい寿司にならないし逆にすごい技術があるのに魚めっちゃもう質が低いものだったら美味しくならないし本当にもう寿司の総合的な結果は結局本当にもう技術と質両方入ってるなって分かったいや本当にあの人息子さんって朝から2時半から魚のお昼練習してるのやばいなと思って、うん、さっきからずっと言ってるじゃんワンディーンさんだって絶対うまい人でしょあの人の寿司も食べてみたかった正直、まあ、そうだよねはい本当に美味しかったありがとうございます大和寿司さん本当に良かったいや技術と美味しさだねいやでもこんだけ本当に魚がもう柔らかくなるのは想像以上だったなということで最後までご視聴いただきありがとうございましたいかがだったでしょうかまあ皆さんは映像を見て味が伝わったかはちょっとわからないんですけど、ぜひ皆さんはこの寿司についてどう思ったのかもコメントで教えていただければと思います次の動画でお会いしましょうバイバイ